ははい、こんにちはレトスノーノです本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます個別指導の値上げまであと2日となりました理解学習を実践して今年絶対合格したいという方はぜひ個別指導をご検討ください個別指導の詳細およびお申し込みについては この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでそちらからご覧いただけますあなたの受講をお待ちしておりますそれでは本日の3問に入っていきます A は B の代理人として B 所有の土地について C と売買契約を締結したが A は無権代理人であったそして C が B に催告をしたが B は追認を拒絶した無権代理行為について C が善意無過失の場合、C は無権代理人 A に対し、B 所有の土地の引き渡しを求めることができる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、え答えは、これ丸ですね。B が本人で A が無権代理人。で、C が相手方です。で、今回相手方っていうのは善意無過失ということですね。 つまり A が無権代理人であることを過失なく知らなかったという状況です。で本人 B が追認拒絶した場合、善意無過失の相手方っていうのは無権代理人 A に対して契約の履行請求または損害賠償請求をすることができます。よって丸なんですね。でこれ実はこれ普通に考えると当たり前の話なんですね。でそれはなぜかというと、 代理権がないにもかかわらず、代理人として土地を売られたら、本人 B は困りますよね。また、相手方 C も困っちゃうわけですよ。無権代理人が勝手に土地の売買契約をしたってなったら、本人も困るし、相手方も困ると。で、そして本人 B がそんな契約知らないよって追認拒絶したら、相手方 C が一番困るわけですよね。もう B としては追認拒絶したわけだから、もう契約はなしにすることがもうこれできるわけですよ。 じゃあ、ちゃんと契約をした C、これどうなるのって話になるわけですよね。契約したにもかかわらず、その契約の履行を受けることができないわけですよね。相手方 C としては、この土地をも購入することができなくなっちゃうわけですよね。だから、相手方 C は無権代理行為について、過失なく知らない。つまり、善意無過失の場合っていうのは、相手方 C は無権代理人 A に対して責任追及できるルールにしてるんですね。悪いことしたのは無権代理人 A さんです。 で、迷惑を被ったのは相手方 C です。つまり、迷惑を被った C は、悪いことをした A さんに対して責任追及できるという話なんですね。そして、その責任追及の内容って何なのかっていうと、契約の履行請求、つまり土地の引き渡しを求めることができる、もしくは損害賠償請求ができるという話ですね。で、問い2ですね。 保証協会の社員である宅建業者 A が保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その通知を受けた日から2週間以内に通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、A は社員の地位を失う。丸か罰かという問題ですねで。答えはこの2週間っていうのが誤りですね。正しくはこれ1ヶ月以内なんですよ。 今回質問されているのは特別弁済業務保証金分担金なんですね通常の保証金分担金じゃないんですよここが、えー、ポイントなんですね特別って書いてあるかどうかで全然話が違ってくるんですね通常の、えーまあ、保証金の分担金っていうのは会社作りました、まあ、宅建業者立ち上げましたとで本店だけであれば60万円納付しますよね、えー、支店もあればプラス30万円ですよ、えー、その額なんですけども この特別弁済業務保証金分担金はそれではないんですね。で、これ何かというと、保証協会が還付などがあって、保証協会がお金をどんどん出さなければいけなくなったといったときに、保証協会が貯めていたお金が少なくなってしまう場合があるんですよね。 一社や二社が、まあ、ちょっと悪いことをして、えぇ、ー、還付請求を受けたぐらいであればいいんですけども、ちょっと、えー、たくさんの業者が悪いことをしちゃって、一時的に、えー、お金がなくなってきたと。そういった時に、保証協会が社員に対して、ちょっと追加で、えー、分担金納付してくださいっていうことができるんですね。えー、これが、特別弁済業務保証金分担金なんですよ。 で、この特別弁済業務保証金分担金については通帳を受けてから1ヶ月以内に保証協会に納付しないといけないんですねなのでこの点はちょっと別途頭に入れていただければと思います で、問い3ですね。日英規制の対象となる区域について、その区域に存する地方の気候および風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。ルか×かということです。答えは×ですね。都市計画ではなくて、地方公共団体の条例で指定されるんですよね。日英規制の対象となる区域は、地方公共団体の条例で指定します。都市計画が誤りということです。 で、この問題必ず取るべき問題なんですね。で、合わせて覚えるべきポイントは指定できる地域です。日益生っていうのは商業地域、工業地域、工業専用地域では指定されないんですね。つまりこの3つの地域以外の地域で指定することができるということです。でもこれ覚えてくださいと言われてもこれすぐ忘れませんかね。えー、どのように頭に入れるのか、忘れにくくするのか。 え、個別指導では覚え方までお伝えをしております。独学の方は効率的に頭に入れるためにどのように覚えるかを考えながら、勉強していただければと思います。まあ、今回ですね、あの、昨日に続いて免許の基準の考え方ですね、あの、無料の動画ではちょっとお伝えすることできないんですけれども、これ、ちゃんと考え方、答えの導き方ということを頭に入れていただければ、もう必ず得点できるようになりますので、もしそのプロセスっていうものを知らないというのがあれば。 ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。多くの解説が考えるプロセスっていうものを省略している場合がもう非常に多いんですね。それだと全然点数上がってきません。実力って上がってこないんですね。その問題は何回もやれば解けるようになりますけども、類題、つまり本試験の問題で解けなくなっちゃうんですよ。それだと。重要なことっていうのは考えるプロセス、考え方なんですね。どうやって答えを導くかなんですよ。ここをちゃんと頭に入れておくことが合格するための一番の秘訣になってきますので。 ぜひそこを抑えていきましょう。ではじめにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまであと2日となりました。理解学習を実践して、今年絶対合格したいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導の詳細とお申し込みは、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。レトスのオ野でした。